食べるだけで運気上昇、2024年11月の開運フード。はい、開運4シリーズ続けておりますが、はい、みんな楽しみ開運フード、うん、ね、毎月毎月こういう食材こういうものを食べると、ね、ただ美味しい栄養あるだけじゃなくて運が向くぞというコーナーものを紹介するコーナーでございます。はい、で毎月ね、本当にもうすごく限定的にもう商品名であったりとか、うん、調理法であったりとかいろいろあるんですが、はい、11月は、食材ということに多分なると思います。キノコを使ったものであれば何でも結構です。あ、いいですね。まあ、季節的なこともちょっと考えまして、うん、開運フードって別に決めてる時にね、なんかもういきなり天の声がキノコにしろとかっていうのが聞こえるわけじゃなくって、うん、占いの結果とあとは割と季節とか常識的なものを加味して私が判断しておりますので、いかにも秋らしく、キノコというふうに決めました。いいですね。はい、何で食べましょう。そうなんですよ。まあ、キノコ幅広いん で、ね、何でもありだと思うんですね。美味しいです。はい、だって天ぷらだってあるじゃないですか。あ、もういい、ね、美味しい。あと、椎茸なんかまんま焼いて醤油垂らして食うのも美味しいし、あとマッシュルームとかになれば、うん、もうかなりいろんなものに入れること可能ですよね。あとは、エリンギ、うん、あとなんだっけ、舞茸、まあこの辺天ぷらっぽいか、はい、あとポルチーニだけというのが美味しゅうございますね。ここで食べるとしたら多分予算的にも、僕はマツタケって言いなかった。マツタケですよね、もちろんね。はい、ということで我々はマツタケをね食したいと思っております。来週何が来るかはじゃあちょっとお楽しみで。お楽しみで、はい、あくまでも希望ですが、希望だけ、マツタケだな、きっとドビン虫が来るな。マツタケというのだけ希望だけ提出だけさせていただいて、何が来るかは楽しみですね。そう、希望するのはこっちの自由ですが、採用するかしないか向こうの人ですので、はい、はい、で特にですね、はい、一月まるまる良いんですが、特に効果の高い日と、例外的にちょっと避けた方がいい日というのがそれぞれ3日ずつあります。はい、で、まず11月中特に効果の高い開運効果の高い日は早い方から9日の土曜日、うん、18日の月曜日、はい、そして27の水曜日となっております。うん、で逆に例外的に11月だけど避けた方がいいかなというのが、早い方から12日の火曜日、うん、そして21の木曜日、うん、で、ラスト30日の土曜日と、はい、以上3日間は例外的ということになっております。うん、で今言った以外の日はもう平均値としてみんな良い日ですから、はい、11月中はみんなでキノコをガンガン食べようと、うん、キノコ月間でございます。旬なんでね、旬なものを食べるのはいいことですから。そうです。みんなでキノコガンガン食べて開運していきましょう。先生今日もありがとうございました。はい、来週を楽しみに。何が来るか、それではまた明日もございます。、はい、また明日、また明日。